皆さんこんにちはヒロクマです今回も動画をご覧いただきありがとうございますそれでは今回は高市さな経済安全保障担当省が虎ノ門ニュースに出演し選択的夫婦別姓の導入に改めて反対の立場を示しましたさらにこれはあまり巷では問題になっていませんが岸田政権が緊縮財政の復活を意味するプライマリーバランスの黒字化目標を骨太の方針に明記したことについてもすごく残念だったと語っています これは財務省に敗北したことを意味しており、もし積極財政派の安倍さんがご存命なら強烈に反対していたことになると思われます。そこで9月の総裁選に向けて首相が変われば方針も変えることができますので、高市大臣はその意思があるのか今回はこちらの情報を紹介いたします。それでは、まずはこちら。産経新聞、高市早苗氏、家族一体とした氏は残したい。選択的夫婦別姓に反対、通称しように法的根拠。 高市さなえ経済安全保障担当相は23日配信のインターネット番組「虎ノ門ニュース」で選択的夫婦別姓の導入に改めて反対の立場を示しました戸籍上のファミリーネーム家族一体とした氏は残したいと思っていると強調しました選択的夫婦別姓をめぐっては経団連が6月に早期実現を求める提言を公表したほか 共産党の田村智子委員長らが同月の党首討論で岸田文雄首相に導入を働きかけるなど導入の是非が議論になっていますそこでこちら虎ノ門ニュースの XMC の須田慎一郎氏とご出演されていました非常に良い内容でしたので YouTube のアドレスを説明欄に貼っておきますそこでこちら MI2 氏のポスト氏は残したい高市早苗大臣 安倍総理が生前に話してたこととして、高市さんね、夫婦別氏、あれはダメだよ、とおっしゃってた。戸籍上も夫婦、親子を別の氏にしてしまうと何度も言ってた。戸籍上のファミリーネーム、家族一体とした氏は残したいと思っている。ということで、選択的夫婦別姓反対は安倍さんの意思でもあります。いくら選択できるから良いではないかと言っても、 世界にはない日本独自の戸籍制度の崩壊にもつながりますし日本には日本の文化がありそれを世界に合わす必要はありませんさらに後ほど紹介しますが高市さんが総務大臣の際に旧姓が使えないことで生じる社会生活上の不便の解消をすでに行っているので何ら不便はないはずですではなぜこのような議論が突然出てきたのかといえばこちら6月10日の NHK この議論を仕掛けてきたのは経団連の徳倉会長です 経団連が選択的夫婦別姓導入を求める提言、経団連として初経団連の徳倉会長は10日の記者会見で経団連として初めて選択的夫婦別姓の導入を求める提言を取りまとめたことを明らかにしましたこの中では夫婦別姓を認めない今の制度は女性の活躍が広がる中で海外でのビジネスなどの際に支障が出かねないなど企業のビジネス上のリスクになりうると指摘しています その上で1996年に国の法制審議会が選択的夫婦別姓の導入を答申したことなどを踏まえ政府に対し制度の導入に必要な法律の改正を早期に行うよう求めていますまず注目なのはこの発言を6月10日に行っているところですこれは通常国会が6月23日に終了する直前に突然発言しています通常国会では 岸田首相が任期中に憲法改正をやると宣言しておきながら国会を会期延長せずに閉じてしまったので任期中の会見はできなくなりましたそこで9月に総裁選を迎えるわけですがもはや退陣は不可避の状況になったということになりますそこで戸倉会長が選択的夫婦別姓を早く結論を出せと言ってきたわけですこれは政権の力が弱まったタイミングで仕掛けてきたということになりますさらに経団連が主張している 夫婦別姓を認めない今の制度は、というのは、すでに現在も可能なのです。なのであえてこの制度を取り入れる必要はないはずなのですが、入れないと困るのはなぜなのでしょうか。政権が弱まったタイミングを見計らって主張してきたのは、どこかの国から依頼でもされているのでしょうか。と勘ぐってしまいますよね。安倍さんが強行に反対していた意思を我々は継がなければいけませんし、高市大臣はその安倍さんの意思を継いでいるのです。そこで産経新聞に戻ります。 高市氏は旧姓が使えないことで生じる社会生活上の不便の解消については自身が総務省時代に所管する制度を変えたとして住民票やマイナンバーカードに通称使用届を出したら婚姻前の氏も併記されるようになっている総務省に関わる法令を全部チェックしてあらゆる届けで資格制度給氏時の併記で OK と1142の手続きを全部変えた。 と述べ全部の役所が同じことをやってくれたらと語りましたなので経団連が主張していることは現在でも可能なのですよ何を言ってきているのかと思いますよねあとの課題は金融機関が所管の金融庁や他の省庁も全て対応すればよいのですこれは高市大臣が首相になれば可能でしょうまた高市氏は平成14年と令和2年の2度にわたって自民党法務部会に 婚姻前の氏の通商使用に関する法律案を提出しています国地方公共団体事業者などは通商使用のために必要な措置を講ずる責務を有すると定めて通商使用に法的根拠を与える内容だが討議決定には至っていません安倍さんはこれをやれば整うと言っていたそうなので高市大臣が首相になれば討議決定もできるでしょうしかし岸田政権ではこんなことはやらずに LGBT 法を拙速に成立させましたよねなのであとは首相次第なのです高市氏は4年7月に死去した安倍晋三元首相も夫婦別氏はダメだ戸籍上も夫婦親子を別の氏にしてしまうと再三懸念を示していたとも振り返りましたなので選択的夫婦別姓反対は安倍さんの意思でもありますそして高市さんがやろうとしている婚姻前の氏の通称使用に関する法律案は 当然国民は知りませんので、別に選択的なら夫婦別姓をしても良いかという世論調査の結果が半数以上出ています。左翼マスコミも当然賛成派です。なので9月の総裁選では、この選択的夫婦別姓に賛成か反対かを各候補者が問われるでしょうし、経団連やマスコミは猛烈に賛成派を応援してくるでしょう。そこでこちら、時ットコム、賛成派の一人を紹介しましょう。 こちら1年前の2023年7月26日の記事です。自民、茂木氏、決めるのは若い人、選択的夫婦別姓、名言避ける。自民党の茂木敏光幹事長は26日、選択的夫婦別姓制度の導入について、決めるのは若い人だ。そうすると答えはおのずから明らかなのではないか、と述べ、名言を避けました。女性の政治参画に関し、超党派議員が国会内で開いた会合で、 立憲民主党の辻元清美参院議員から賛否を明確にするよう迫られたのに対し答えましたまず若い人たちはこの制度を導入しなくても今でも対応可能だということとこの制度を導入すれば戸籍制度が破壊されさまざまな管理に弊害をもたらすことを知りませんそこで茂木氏は賛成の傾向が強い無知な若い人に決めればいいと無責任な発言をしているのですそしてこの制度の導入に躍起になっているのが立憲や共産党 そして自民以外の与野党です自民のみが防波堤となって防いでいる状況なのですそこでこの幹事長は辻元氏に詰め寄られてこんな発言をしていたのですなので茂木氏を首相にすれば簡単に成立させられてしまうでしょう辻元氏は「選択的夫婦別姓は世界中やっている」「茂木氏は賛成だと思う」「今日は本音で言っていただきたい」と見解を示すよう要求茂木氏の曖昧な返答に対し辻元氏辻元氏は」 ここを踏み込まないと次に進めない首相にはなれないと不満を示しましたまず左翼がよく使うのは世界中やっている日本は遅れている早くバスに乗らなければ日本は世界から取り残されてしまうという煽り文句ですしかし世界にはない日本の戸籍制度は何代にもわたってご先祖様を確認できる制度であって世界からも羨ましがられているのですそれを左翼は絶対に言いませんこれこそが日本が世界に誇れる制度であり 日本の文化でもあります。その日本の文化を世界に合わせる必要は全くありません。むしろ世界は今から日本の文化に合わせて戸籍制度を作れば良いのですが、夫婦別姓になると非常に煩雑になるので作るのが難しいのです。そしてモテギ氏が、これを踏み込まないと首相になれないと言われているのには笑えますよね。さらにこちら、毎日新聞、必ずしこり残る、自民、選択的夫婦別姓の議論再開、集約は見通せず、 経団連様のおかげで自民党において再度検討することになってしまいました。自民党は17日、宇治制度のあり方に関する検討ワーキングチーム、WT、愛沢一郎座長の会合を約3年ぶりに開き、希望すれば結婚後も夫婦がそれぞれ従来の姓苗字でいられる選択的夫婦別姓制度についての議論を再開しました。 経済界からの要望を受けて議論を再開した格好だが党内は賛成派と慎重派に割れており意見集約は見通せない状況ですまるで LGBT 法の時と同じような状況に見えますよねこの慎重派の中には杉田明氏もいてこの会議とは別の日に経団連の推進派と懇談の機会を得たそうで一つ一つ丁寧にかつ徹底的に論破していったそうですしかし 今の岸田政権下で経団連の徳倉会長が押してきているのであって、もし岸田首相が続投になれば当然経団連は主張を続けるわけです。そうなると LGBT 法の時のように岸田首相が成立させようと指示を出して、また議員立法だから政府はコメントを差し控えなければならないと言って逃げる可能性は十分にあります。なので9月の総裁選では岸田首相の再選はあり得ないので、高市大臣か青山茂春氏のような保守系議員に首相になってもらわないと、 また LGBT の時のようにおかしくなる可能性は十分にあります。なぜそう言い切れるのかといえば、経団連が政権の落ち目を見て圧力をかけてきているからです。もはや岸田首相では限界でしょう。さらにもう一つ岸田政権では問題があります。こちら産経新聞。積極財政の高市さないし、TB 黒字化目標の骨太明記、すごく残念。来年は違う方針を。つまり岸田首相は、 TV 黒字化目標を骨太明記したということは財務省にも負けて緊縮財政にしてしまったということになります。これも積極財政派であった安倍さんの意思に背いていますよね。なので首相は変えないといけないのです。高市さなえ経済安全保障担当省は23日配信のインターネット番組虎ノ門ニュースで財政の健全性を示す国地方の基礎的財政収支プライマリーバランス PB の令和7年度黒字化目標が6月に閣議決定した経済財政運営の指針骨太の方針に3年ぶりに明記されたことについて「すごく残念だった閣議決定に先立ち自民党が党議決定したことに閣僚が署名しないと反党行為になるからできない」と述べましたこれも首相次第なんですよね財務省も経団連と同じく首相が落ち目になったので攻めてきたということになりますね これは骨太の方針に3年ぶりに明記されたということで今までは抵抗できていたのに首相の求心力が落ちて防波堤が崩れたということになるでしょうそこでこちら6月11日の日経新聞財政拡張路線に転機25年度の PB 黒字化明記骨太原案緊縮財政といえばイメージが悪いのでわざわざ財政拡張路線に転機と言い換えているのが古速ですよね 政府が11日に公表した経済財政運営と改革の基本方針、骨太の方針、原案は財政拡張路線からの転換が滲む内容となりました。国と地方の基礎的財政収支、プライマリーバランス、PB の2025年度黒字化目標を3年ぶりに明記し、金利のある世界を見据えて財政健全化に目配りしました。成長投資と歳出改革の両立を探ります。 金利のある世界を見据えて財政健全化に目配りしたと言っていますが要は緊縮財政に転換したのですつまり財務省の完全勝利で優勝しました岸田首相は安倍さんの意思を貫けずに財務省に屈したんだぞということになります財務省は大歓喜でしょうね財政健全化路線の色彩を強める骨太の方針に対して積極財政の旗を振る高市氏が複雑な心境を漏らした形となります高市氏は ギリギリまで自民党で同じような考え方を持った国会議員にちょっとあそこの部分だけは外せないかなと話はしていた」と述べた上で「毎年骨太の方針は変わっていく」「来年違う骨太の方針ができればいいだろう」と語りました高市大臣は閣僚ですから自民党内の議論には参加できませんので同じような考え方を持った国会議員に何とか外すように依頼はしていたようです。 しかし積極財政派は安倍さんがお亡くなりになられたことで財務省の圧力がかかっている緊縮財政派に勝てなくなってきていますそして岸田首相も財務省と近い人間ということと政権が落ち目になったので財務省の圧力に負けたということになるでしょうしかし注目は来年違う骨太の方針ができればいいだろうと語られたことですこれは9月の総裁選で高市さんが勝って総裁になれば方針を変えることは可能なので 来年は違う骨太の方針ができればいいだろうと語られたのですやはり安倍さんの意思を継ぐ人間が総裁にならなければ変えることはできないということになるでしょうなので岸田首相では無理ということが PB 黒字化でも明らかになりました高市氏は本来金利が安い時に長期国債を出すのが王道だ何か国債発行は悪いことのように言われているが企業も借金して設備投資して生産性を上げて製品開発して儲けていく 国も必要なところにしっかりお金をかけて税収が増える形を作っていくことが大事だ。と主張し、あれもこれも絞ったら本当に経済がシュリンクしてしまい税収が減っていく。と懸念を示しました。税率を上げなくても税収が増える状態を作り、そのための投資を早めに行おうということだ。と重ねて強調しました。もう安倍さんと言っていることが全く同じですよね。 本当に国のトップの考え方一つで国のありようも変わります。なので9月の総裁選は本当に大事な選挙になりますので、党員の皆様は心して投票するようにお願いしますね。そこでこちら、高市大臣の X。昨日はさながら米国でーでした。ポンペオ前国務長官をはじめ、IT 関係企業やユージョンエナジー関係企業の経営人と、米国からのお客様が続きました。 いずれも貴重なお話を伺うことができ、日米で協力しながら共にサプライチェーンの強靭化やエネルギー安全保障の強化につなげていけるという期待が持てましたということでポンンオ前国務長官でです。すトトランプ政権が終わったた後にダイエットをして痩せたんですよね。そしてポン・ピオ氏が日本に来られたということは当然トランプ氏とのつなぎ役になっていると思われますので高市大臣と会談したということはそういうことでしょうちなみにポン・ピオ氏はこちら 総裁選に立候補の噂が出ている小林隆之氏とも面談をされています。なのでアメリカの大統領選と日本の総裁選を見据え、ポンペオ氏は人脈づくりで来日されたのでしょうね。しかしポンペオ氏が岸田首相と面談したというニュースは今のところ入っていませんね。それも興味深いところです。そこでこちら、FNN プライムオンライン、岸田首相の最側近である木原誠二氏が興味深い発言をされました。最側近の木原氏、 岸田首相は再選目指すとの認識示す断念はない課題解決の先に未来がある岸田首相の最側近である自民党の木原幹事長代理は24日秋の党総裁選挙に向け岸田首相が再選を目指しているとの認識を示しました木原氏は24日都内のホテルで講演しせっかく2年続けて春闘で賃金が上昇し 来年も再来年も重要だと思うので原動力の一つになっている新しい資本主義を続けたいと述べた上で岸田首相に引き続きこの課題に立ち向かってほしいと秋の総裁選での岸田首相の再選に期待感を示しましたここまでの情報では岸田首相が再選を目指しているのではなくあくまでも木原氏の願望を述べているにしかすぎませんねさらにに岸田首相について とにかく目の前の課題を一つ一つ片付けるという思いが非常に強いと述べた上で「課題解決の先に未来があるという思いで取り組んでいると私は思っている」と岸田首相が再選を目指しているとの認識を示しました「私は思っている」これも木原氏の感想にしか過ぎませんねあくまでも岸田首相が言っていたという話ではありませんまた私の立場では「断念はない」とも強調しました面白いですよね 私の立場では、と言われていますね。政治家の言葉には十分注意して聞かなければいけません。私の立場では、と言っているということは、立場上述べたに過ぎないということになりますよね。断念はないということを主張するのに、わざわざ私の立場ではと枕言葉をつけますでしょうか。木原氏は奥様の問題が文春で取り上げられてから、言葉選びが随分慎重になっていますね。私の立場では、とつけたところに、 先の話はわからないという責任回避が込められていますねさらにこちら朝日新聞先ほどの FNN プライムオンラインとは若干ニュアンスが異なっています岸田首相の自民総裁選への出馬断念ないと思う側近の木原氏自民党の木原政治幹事長代理は24日岸田文雄首相が9月の総裁選への立候補を断念する可能性について私の立場では断念はないと思っている と答えました。ないと思っているなので断定ではありませんでしたねということはまだわからないということになるでしょうそりゃそうですよね政治家の身体はあくまでも本人が最終的に決めることですそして岸田首相の性格を考えればギリギリまで検討して決断を下す人でしょうなので現時点ではまだ決めていないというのが濃厚でしょうねしかしもし身体を決めていて最側近の木原氏にだけ告白をしていたとしても それはは私の立場でで言えなないいととううことになるでしょうまあ普通は身体に言及する言葉選びに「私の立場では」という言葉は使わないですから「お前の立場で言うんじゃないぞ」と口止めされているのかもしれませんね。ということで選択的夫婦別姓やプライマリーバランスの黒字化など首相の意向次第で方針が変わることになりますので安倍さんの意思を継ぐ高市大臣がぜひ総理総裁になれるように皆さんで応援していきましょう。 また高市大臣に関して新たな情報が入りましたら動画をアップしていきますのでよろしければチャンネル登録と通知ボタンそして高評価とコメントもよろしければお願いしますまたこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました